アルベルト・サパテルは、スペイン・アラゴン州サラゴサ県出身のサッカー選手。レアル・サラゴサ所属。ポジションは MF。レアル・サラゴサ時代には、カルラス・ディオゴが怪我するなどして、選手層が手薄になった時に、右サイドバックでプレーした経験がある。スペイン U-20 代表として 2005FIFA、ワールドユース選手権に出場し、ベスト8進出に貢献した。 2004年のスーペルコッパーでデビューすると、芝叩く間に、レギュラーの座を勝ち取り、20代前半にして、レアルサラゴサの中盤に欠かせない選手になった。2006年5月には、フランスのオリンピックリヨンから具体的なオファーが届いたものの、サラゴサとの契約を延長した。2007から08シーズンは、自己最多タイの36試合に出場し、後半戦にはキャプテンを務めたが、 監督が目まぐるしく変わったチームは18位で、西軍ダディビシオンに降格した。2008から09シーズンは、開幕時からキャプテンとして、チーム最多の39試合に出場し、2位でのプリメーラディビシオン復帰に大きく貢献した。後半戦のレアル・ムルシア戦とエルクレス CF 戦では2試合連続ゴールを決めた。2009年夏、 サラゴサでかつてチームメイトだったディエゴ・ミリートが、ジェノア・ CFC にサパテル獲得を進め、移籍金450万ユーロで移籍した。サラゴサは、契約年数が残り1年となった、サパテルに契約延長オファーを出すつもりがなく、移籍金が発生するうちに放出したかったようである。サパテルは、キャプテンとして尽くしてきたチームに存在に扱われた、ことに動揺し、泣きながら、 移籍会見を行った。8月23日、シーズン開幕戦の AS、ローマ戦に出場し、同点ゴールとなる初得点を決めて華々しく、デビューした。9月17日、UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグスラビア、プラハ戦で開始4分に得点したが、この得点はこのシーズンから始まった UEFA ヨーロッパリーグの初得点となった。2010年1月、 ユベントスからの関心が報道された。2010年8月、遺跡金200万ユーロの5年契約で、スポルティング CP に移籍した。スポルティングからは、ミゲルベローゾが、ジェノア CFC に移籍した。2011年8月、ロシアプレミアリーグに所属をする FC ロコモティフ、モスクワ移籍金なしの5年契約で移籍をした。ありがとうございます。